ナウナ、ミリアルです。今日もタルコフで遊んでいきます。 VS ちょっとアリアル、挨拶はちゃんとしてください。そんなこと言われても、ミリアルがいつも使っているあれを言わなきゃいけないのか。ですです、アリアルもちゃんと言ってください。いやでもな、あれ恥ずかしくないか、アリアル。ああわかったわかった、そんな怖い顔をするな。言えばいいんがの言えば。はい、せーの。頼む、自分のタイミングで言わせてくれ。では改めて、ナウナウ、アイアルです。よくできました。ちょっと待ってくれ、タルコフを始める前にすでにメンタルが、今のでかなりメンタルに来ているぞ。大丈夫ですよ、戦闘が始まればすぐ忘れますよ。それより皆さん、使っている武器気になりませんか。確かにこの武器ミリアルが進めてきたけど、なんと前回に続き MP18 を持ってきました。武器のカスタムは前回の動画で紹介しているのでカットします。見ていない方はぜひ概要欄から。ところでミリアル、この武器強いのか。はい、めちゃくちゃ強いですよ。レベル5アーマーの敵ならほぼ一撃で倒せます。でも稀に耐えられることがあるんですよね。体感だと1割くらいでしょうか。それくらいなら大丈夫そうだな。でも油断すると痛い目に遭いますよ。どうしてだ。この武器一発撃つごとにリロードが必要なんですよ。なので接敵して一撃で仕留めれなければほぼ終わりです。なるほどな、まあ安心してくれ、ミリアルよりはエイムいいから。確かに FPS においてアリアルに勝てた記憶がないし、てかそもそもほとんどのゲームでアリアルに勝てたことはありません。ミリアルが勝てるゲームは桃鉄くらいです。そもそも最初にタルコフを教えてくれたのアリアルだったしな。そういえばそうだったな。ミリアル雑談はいいけど、さっきから銃声が聞こえてるぞ。そうなんですよね。どうしますか、詰めてみますか。武器以外何も持ってきてないし、適当に突撃するか。やっぱりアリアルは脳筋ですね。なんかいろいろ考えるの面倒だしな。てかミリアルも割と脳筋じゃないか。そんなことないです、一応ちゃんと考えてはいるつもりです。ほらほらアリアル、もう戦闘が始まりますよ。準備して。よし、気合い入れていくか。とりあえず最初ミリアルが様子を見てきますね。オッケー、任せた。任されました。医療部屋に一人います。ミリアル下の階から回りますね。アリアルは外階段からお願いします。了解、一度リロードしにそっちに合流する。これもしかすると敵二人いるかも。階段から音が聞こえました。そしたらミリアルは下のやつを倒してきますね。相手が回復したぞ、詰めるなら今かも。こっちは倒しました。こっちもやったぞ、ナイス。てかこの MP18 結構強いな。でしょ、最近ミリアルのお気に入りなので強いのは当然です。二人で使えばリロードの間もカバーできるから安心して使えますね。確かにこの武器リロードの間無防備すぎるもんな。昨日それで負けちゃったからな。それよりまだ敵がいるかも、外から音がした気がする。やっぱり外階段にいるな。了解しました、ここから階段をロックしておきますね。どうしようか、一旦こっちから顔を出して引きつけてみるか。それじゃあ外に飛び出るから気をつけろよ。オッケー、誤射しないようにします。待って、外じゃなくて中にいた。まずもう入り込まれてたのか。ミリアルも負けちゃった。悔しいし、もう一度レイドに行こうぜ。確かにこのままじゃ終われません。もう一度インテリハウスリベンジです。今度こそ負けんぞ。インテリハウスに敵がいるといいな。最近ミリアルがインテリハウスで戦っているところあまり見ないよな。そうなんですよね、最近外での接敵が多くてなかなか室内戦にならないんですよ。てか今走ろうとしなかった。そうか、何も聞こえんかったぞ。じゃあ気のせいだったのかな。多分気のせいだろ、敵の気配もないし。早くインテリハウスに行こう。そうですね、とりあえずクリアリングを済ませますか。今のところ敵がいそうな気配はしないですね。だいぶ急いできたし、もしかしたら後続の敵が来るかもな。確かに、それなら少し外を見ておきますね。ミリアルたちが来た方から銃声がするけど、そしたらそいつがこっちに来ているかもな。あ、時間はありそうなので2階までクリアリングしていきますか。ミリアルが確認してくるのでアリアルは漁っておいてください。待って、インテリ部屋のドアが開いてます。
やっぱり近くにいるのか。これどこにいるんだ。多分2階とかじゃないですか。いや外かもしれないです。多分外の音だな。回ってくるかもしれないので一応階段を見ておきますね。入り口はアリアルに任せました。よしこっちは任せろ。大丈夫そう。多分いける。ちょっと待って、一撃耐えられたんだが。たまに倒せないことあるんですよね。アンラッキーでしたね。いつも肝心な時にこれだよ。まあ一撃で倒せないこともあるのが分かったので良い成果です。それより相手うめき声とかは上げてないですね。また反対側から回ってこようとしています。結構生きるけな敵だな。確かにダメージを受けているはずなのに好戦的ですね。さすがに次当てれば倒せるだろうから頑張れ。ちょっと変にプレッシャーをかけないでください。緊張して外しちゃうかもしれないじゃないですか。悪い悪い。相手はスタングレネードまで投げてきて、相手的には早く仕留めたいんでしょうね。相手のピークに合わせて飛び出ますか。完璧だな。ですです、完璧でした。そしたら漁っていきますか。あいつ一人だったのかな。多分他の足音もしないし一人だと思いますよ。大丈夫そうだな。アリアルもいないし漁ったらお家に帰りますか。ガソスタから帰れそうなのでそっちから帰りますか。煙は出てないな。確かに、それじゃここから帰れないか。てか今、敵の足音が聞こえたんですけど、これがガソスタの敷地内に PMC がいるな。なんかミリアルって、いつも脱出目前で PMC に接敵してないか。言われてみればそうですね。そういう時は大体負けるんですけど、今回は負けませんよ。そう言いながら負けるのがいつもの流れ。アリアル地味にひどいな。まあ見といてくださいよ。さて、いつものフレグを降りるのかな。今、塀のそばに敵がいました。これはもらいました。草を遮蔽に距離を詰めて。ほらどうですかアリアル。おお、今回はちゃんと勝つんだな。あんまりミリアルのことを舐めないでくださいよ。それよりどうでしたか MP18 は。確かにこの武器めっちゃいいな。こんだけ軽装備でも敵をワンパンできる可能性があるのは面白いな。そうですよね。これで敵の装備を奪う立ち回りができるので楽しいです。そんなわけで今日は久しぶりにアリアルと遊びました。やっぱり久しぶりにパーティーでプレイすると楽しいですね。また今度遊びましょうね。次いつ会えるかわからないけど、その時はよろしく頼む。そしてここまでご視聴ありがとうございます。よければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。またスイッチとツイッターもやっているので概要欄からぜひ。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。